バスケ屋さんぞ、どうもバンバです。皆さん、ついに渡邊雄太選手が自身初の NBA 本契約を勝ち取りました。やったー。ラプターズもじらしたね。でも最後の発表の時はあれですよ、トロントの時間じゃなくて日本のプライムアワーに合わせて契約合意の速報を送ってくれたそうですよ。粋なことするじゃないですか。もう日本から心からのおめでとうございますとありがとうを送りたいです。この本契約までの長い道のりを応援してたことはある意味僕の心の支えでもありました。落ち込むことがあって誰にも相談したくないほど落ち込んでた時も、渡邊選手が NBA で這い上がっていく姿に本当に励まされていました。人によっていろいろ理由はあるけれど、日本のみんなは渡邊選手が大好きだと思います。自分のことのように嬉しいと思うのは、渡邊選手が何か大切なことを証明してくれた瞬間を僕も含めてみんな目の当たりにしたからだと思います。今日は渡邊選手が高校を卒業して一人アメリカに挑戦してからついに自身初の NBA 本契約を手にするまでの戦いを視聴者の皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。では、高校卒業後アメリカに行きたいと渡邊選手が発表した時、周りからは多くの否定的な意見があったそうです。英語も喋れないでアメリカでやっていくのは無理だ、そういったようなネガティブな言葉を投げつけられることもある中、無理だっていうのはいつだってチャレンジしてないやつだというのを指し示すかのように、日本人初の NBA 選手となった田臥勇太選手からアメリカ行きへの後押しを受けた渡邊選手は、確かな覚悟を持って一人アメリカへと旅立っていきました。プレップスクール時代にはドノバン・ミッチェルと3度も対戦していた渡邊選手は、その実力を証明するとディビジョン1のジョージ・ワシントン大学へと進学していく。1年目はシックスマンからやがてスターティングメンバーへ、2年目のシーズン後半からは相手のエースキラーを任されるようになっていき、最後の学年にはチームのキャプテンを任されるほどの選手へと成長していました。彼の NBA 入り前ベストゲームは4年間通ったジョージ・ワシントン大学での最後のホームゲームでやってきました。両親が見守る中、渡邊選手は大学時代自己最多の31得点を挙げ、ホーム最終戦でチームを勝利に導き、試合後にヘッドコーチのモーリス・ジョセフが言っていた最後の一言は、渡邊雄太というプレイヤーをこの上なく表していました。アトランティック10カンファレンスの最優秀守備選手賞を受賞し、2メートル6センチの身長を持つディフェンシブな万能フォワードへと成長した渡邊選手。2018年の NBA ドラフトではドラフト外に終わるも、ブルックリン・ネッツのサマーリーグでプレーし、そこでの活躍からメンフィス・グリズリーズとの 2way 契約で NBA 入りの切符をつかむと、両親が見守る中、メンフィス・グリズリーズのプレシーズンゲーム、インディアナ・ペイサーズ戦で試合をタイにするクラッチスリーを決めた時には、ついに NBA で活躍する日本人選手が現れたんだと感動を覚えました。そして2018年10月27日 NBA の公式戦に出場し、正式に渡邊選手がメンフィス・グリズリーズの一員として日本人として史上2人目の NBA 選手となった時、田臥選手の挑戦を当時は生で見れなかった僕にとって、その瞬間は衝撃的なものでした。それでも初めから NBA で全てがうまくいったわけではありませんでした。グリズリーズでの1年目、多くのプレータイムを得ることができなかった渡邊選手は G リーグのメンフィス・ハッスルで多くの時間を過ごすこととなります。彼にとって NBA での2年目のシーズンが始まる前、渡邊選手が出場する NBA サマーリーグの試合を見に行った際、1年目のサマーリーグとは比べ物にならないほどの自信に満ち溢れ、あのペイサーズとの試合でおなじみとなったバンクでのスリーやダンクまで試合中に飛び出すなど、1年目とは別人のようなレベルでプレーしていたのをコートサイドで感じました。2019年のワールドカップ最終戦、モンテネグロとの対戦で渡邊雄太選手は日本代表をリードする34得点を記録、 NBA のスカウトたちにも大きなアピールとなりました。 NBA と G リーグでは2年目のシーズンに入り、所属する G リーグのメンフィス・ハッスルではキャリアハイの40得点を記録、1年目よりもさらに積極性を増した渡邊選手は平均 17.2 得点、 5.7 リバウンド、 2.2 アシストとチームのエース級の活躍を見せ、短いプレータイムながらもその成長をメンフィス・グリズリーズでも見せ、スリーポイントは1年目の 12.5% から 37.5% に向上させ、シュート成功率も1年目の 29.4% から 44.1% と確かな成長を見せていました。これだけの活躍を残しながらも、昨シーズン予想外の飛躍を遂げた 2way 契約を結ぶメンフィス・グリズリーズでは、
安定したプレータイムに再び恵まれず、シーズン中の八村塁選手とのコート上での共演が日本では大きな話題を呼びましたが、 NBA では一向に光が見えない苦しいシーズンを送りました。フリーエージェントとなった渡辺選手ですが、シーズン開幕1ヶ月を切りながらも契約チームが見つからない状況の中、ようやく舞い込んできたのがこのラプターズのキャンプ契約のニュースでした。その短い時間でも何かをつかもうと集中して戦い続けた渡辺選手は、だんだんとチャンスを与えられるようになり、そのディフェンスでの貢献度にはラプターズのヘッドコーチであるニック・ナースも目を見張るものがありました。相手チームからすればうまく決まったプレー、普通の選手ならばディフェンスに行くのすら諦めているような状況でも、渡辺選手だけは先に体が動いていました。どんな状況でもディフェンスに全力を尽くす姿勢がもう体に染み込んで離れないのだろうかとすら感じるほど、全てのポジションを守る渡辺選手の姿は見ていて魂を揺さぶられました。アンソニー・エドワーズのダンクにチャレンジし、ダンクを叩き込まれた時にはアジア人を代表する選手の一人としてジョークでは済まされないようなひどい言葉を投げかけられることもありました。ただそんな汚い言葉で彼を罵っている人たちが誰からも見られる SNS で時間を使っている間に、渡辺選手は誰からも見られないようなところで戦い続けていました。それでも結果を残せなければミニッツが減っていく厳しい世界で、2月3月はシュートを決められず、ほとんどミニッツをもらうことができず、再び寒い冬を経験することとなります。どん底に突き落とされた彼ですが、それでも再び彼はそこから立ち上がりました。ついに渡辺選手のオフェンス能力が開花し、次々とキャリアハイを更新していった4月、オーランドマジック戦で自身初の20得点の壁を乗り越え、その成長を見せつけるかのように最後はアンドワンでのキャリアハイ21得点をスコアした時は本当に嬉しかったです。もうラプターズから嬉しいお知らせが来るのはそう遠い話ではないんだろうなと思っていた矢先、2021年4月19日、渡辺雄太選手は念願の NBA 初の本契約をトロントラプターズと結びました。 Earned, not given. 与えられたんじゃない、勝ち取ったんだ。ラプターズの公式がその言葉で表したように、長い戦いといろんな思いが詰まった本契約だったと思います。本当におめでとうございます。視聴者のみんな、今日はコメント欄を渡辺選手本契約の喜びで爆発させてくれ。きっと思うんですよ、渡辺選手はこれからもっともっとすごいことをやっちゃうからさ、本契約のニュースをお祝いできるのは今だけだと思うんだよ。俺もみんなとこの興奮と感動を共有したいしね。コメント待ってるぜ。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。俺も頑張ろう。では。